ったら何キロでも走りたいな。ずっとこういう平坦で海沿いの道が続けばいいけど、どうなんでしょう。いい道。フラワーってフェリーの色かな、これ昔かっこいいフェリーじゃないかな。混ぜ飯おむすびパラスタかな。食べよう。使ったやつか、昨日か今日か。うん、中津まで52キロ、見えてきたね。北九が100キロ、もう後半というか終盤戦、あと150キロぐらいかな。うん、9時35分、450キロ。あと150やね。今獲得が3577。結構登ったね。で、今から登り。マジか。木付きに入るのかな。マスが変わります。さっきが肘、天気が良すぎるからコンビニに泊まって日焼け止めなど乗らない、やばいな。ちょっと雨予報やったのにな。まさかこんな晴れるとは。嬉しいけど全く降られてないっていうね。幸運すぎる。しかし登る。いいとこにコンビニが。ちょっと休憩しよう。日焼け止め塗ろう。久しぶりの休憩やな。充電のケーブルが使えないやつ持ってきてね。でモバイルバッテリーがあったからよかったけど、コンセントに挿すやつが使えなかった。スマートフォンと携帯が割とギリギリ。今携帯が 50% ぐらいで、スマートフォンが 60% かな。で残り150キロの時間として 6、7時間ぐらいなんで、もう持ちそうやけど。いや危なかった。気をつけなきゃいけない。乾いた乾いたぜい、うぜい。
時頃からなかったね。いいよ。スペースがいい。ギアが足りん。ちょっとでも。あ、これ好きだ。麦畑走ってるけど横風で車が流れたら走ってるけど普通に36キロ出るんでなんか調子がいいね。あ、でもバラボンの練習になってるね。そんなにまとめて成長のことないんでね。いい練習。最高な青空。そうなんだ。麦の色がすごいね。黄金色。こっちは緑やけど。ああ。天気がいいね。昨日はずっと曇りだったよね。天気いいし、追い風だし最高っすね。眠たい。あ、寝てないですか？はい、了解です。来たね。あら。あら。超いい天気。どうです。あと100ですね。頑張りましょう。牛丼食いたいな。小学校ね。小学校白っぽい。これしょ。バックマンの進みの福田愛一の故郷。来たけどない。絵の具描いたんで潤んちゃう。ちっちゃいソフトフラスク持ってくればよかった。you
しい。行くぞ。まっすぐ行って焼き山越えて終了。頑張ろう。峠っていう焼き山の前にもう一個峠があるみたいな。あと50キロぐらいかな。だからなんか左足のふくらはぎがなんかね鈍く痛い。で踏み込まないようにふくらはぎが痛くなることないんで。で今回ずっと走っててなんか2日目初日なんか最初の方はお尻が痛い言ってたけど今のとこ特に痛くなく全身問題なく順調に出てたけどあと50のところでなんか足の痛みが出てきたので心配。ちょっとね調子に乗って300キロ400キロぐらいから多分結構踏み込んで回してたんでふくらはぎの筋肉を使いすぎたのかな。あとは50キロなんで負荷かけずにいきたいと思います。チェックポイント。おいしい水。しかしふくらはぎ痛い。よいしょ。さあ下ろ。怪我しました。